方が薬局マジで No Doubt。はいさあ、大賀ヤカチャンネルへようこそ。薬剤師のワルポップです。登録販売者のムーです。はい、ということで本日はアンサングシンデレラについて語ろうのコーナーでございます。よかったね、ほんとようやく始まりましたよ。本当に考えさせられましたし、あのドラマができてよかったなってすごく僕は実感してます。いやもうあれ見て思ったのが、薬剤師の仕事ってやっぱ認知されてないのかなっていうところもあるのと、やっぱりこの今回の第1話で思ったのが、チーム医療でやることの大切さっていうのをすごく実感しましたね。そうですね、なんかこう先生と薬剤師とのこう看護師さんの連携みたいなのも結構垣間見える部分がすごい多かったし、まあ連携し最初してなかったよね。最初はね、だからそういうやり取りをしないとっていうのが関わりがすごくこう見れるというか、そうだね、患者様のためにしっかりとあの治療とかに専念できるような形体制を作るっていうのはすごく大事なのかなっていうところが僕の中ではすごく見えたなと思って、まあ、実際に僕たちも現場ですごくそういう状況もありまして、あの例えば在宅とかでもやっぱり看護師さん、ケアマネージャーさんと、まあ、患者様の今の健康状態だけでなく、その生活環境についてもやっぱり話さなきゃいけなかったり、例えば手足が不自由だったらその、まあ、福祉の手すりが必要とかだったら、そういう業者さんも呼んだりしなきゃいけなかったりするのも、僕たち薬剤師も実は介入して喋ったりとかすることもあるんですよね。その中でまあドクターがこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、看護師さんがこういうふうにした方が今までの経験上こういうふうにした方が良くなっていきますとかっていう話をみんなディスカッションして、患者さんのために何ができるかっていうところを詳しく話してするんですよね。まあ、少し似たところもあるのかなってすごく思いました。だから誰かがちょっと患者様のためにっていう目線がなかった時にチーム医療が崩壊するなって思うんですよね。だからそういうところも気づかされましたし、まあ、何よりやっぱ薬剤師ももっと前に出て先生たちにまあ提案とか疑義紹介をもっとかけなきゃいけなかったりとか、より患者様のために何ができるかっていうところを追求していくべきなんじゃないかなっていうところがあると思います。はい、めちゃ真面目に喋りましたね。はい、いやなんとなくそういうふうにすごく本当になんか、自分の感情を久しぶりに揺さぶられた感じで、ああなんか昔思い出すとか言っちゃいけないですけど、なんか考えさせられましたね。うん、あとね、こう薬剤師さんってどんな仕事をしてるんだろうってこう今まで考えたことなかった人たちがドラマを通してこうね、いろんな業界用語とか、こうなんだろう、医療現場で使われてる言葉とかも結構出てきたりで、分かりやすくこう話したりするじゃないですか。そうそうそう、あれ分かりやすかったね。そうそう、そういうのがあるんで、あこういうことなんだとか、あこんな風なことしてるんだっていうのをこう初めての方でもこう知っていただく機会になるようなドラマだったので、すごくあ勉強になるなと、薬剤師さんのことをね知りたいとかやりたいなっていう方とかにはぜひ見てほしいなって思ったドラマでした。すごくいいドラマだった。うん、厳しい人が多いよね、仕事に対しては。そう、すごいもうだから熱心にもう、ま、なんか一途にこう向き合ってるからこそ、ね、本当にしっかり検査士とか見てその内容とちょっと違ったりとかすると、その分疑義紹介をこちらもかけなきゃいけないですし、もう大学病院とかだったらね、やり方が全然違ったりするので、疑義紹介のやり方も違うので、ね、緊迫な雰囲気がすごい伝わってくるというか、そこの裏ですよね、お仕事みんなしてるあの裏側がすごいリアルに書かれてるんじゃないかなと。多分この大賀ヤカチャンネル見てる人は多分僕が疑義紹介するところが想像多分つかないから、実際はもう本当もう何万件としてねしてるんで、ね、店舗の経験としたら、まあ24時間の、うちの店舗、今まであった店舗4店舗も経験してますし、まあいろんなか、内科からもそう、もう本当に広域ほとんど、まあ、網羅してます。網羅してますよね、本当に。まあ、そういった内容もね、そろそろ発信していった方がいいのかなって、もう今の時代に合わせてですね、発信していけたらなとは思ってるんで、まあ、ご期待で、ぜひとも、はい、あの話させてください、はい、お願いします。はい、ということで今回アンサングシンデレラについてでしたけど、なんか言い残したことないですか？言い残してた、でも本当、次が気になる、どんな展開になっていくんだろうなと思って、もう本当、あのいろんな方に、でもあの薬局内のスピード感とかって結構本当にあんな感じよね、多分調剤室中見えるんで多分皆さん見えてると思うんですけど、本当にバタバタしてますし、やっぱりその患者様も病院行った後に待つっていうのが多分辛いっ
でしょうし、やっぱ体調悪い時にですね、だからその分やっぱ急いでやってますんで、まあ、そこら辺をね、まあ、どれだけ時間かかるかっていうところを見せれたらいいんですけど、まあ、その内容もね、いつかはね実際に作ってみて見せるともいいかもね。やってみようか、どのぐらいになるかみたいな、うん、このコメントが 100超えたらやります絶対超えないから、超えないな、絶対超えないから、うん、絶対超えないから100超えたらやりましょうかね、うん、うん、実際に僕たちがやるところ、はい、調査しているところをお見せしてきたらなと思っております。はい、はい、ということで今回はアンさんのシンデレラについてお話ししました、はい、今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムやツイッターもやってます、フォローお願いいたします。それではバイバイ。称賛されないアッパーシスネーキってマイファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。